めっちゃうんちしたいのに始めちゃったよ。まあいいや、我慢しながら撮影するっていうのも新鮮でいいでしょう。今日はね、初体験時に男が考えてることっていうのを話すんだけど、このテーマ難しいんだよね。だってさ、初体験時に男が考えてることってさ、今ねこう見てる感じ若干しょうもないなって思うの。だけどさ、女の子ってさ、絶対に初めてってめちゃめちゃ怖いじゃん。多分男の子が思ってる想像を絶するぐらい怖いと思うんだよね。女の子の立場に立った時に、言ったらガタイがいいやつが自分にそういうことしてくるんでしょ。これめっちゃ怖いじゃんね。だからそういう思いをしている女の子に対して俺らこう思ってるよって言ったとてすごい怒られそう。一つのねエンタメとして、あ、男の子ってこういう風に思ってるんだなということをね学んでいただければいいかなっていう風に思っております。そういうことを言って少しでも荒れないためのね伏線を張らせていただきました。もうやめてやめて、本当に言うのだけやめて。ちなみにさ、この前これを初めてやったのね。そしたら普通に怒られちゃったんだよね。まあ、いつか来るとは思った K-POP 好きの方からのお叱り絶対来ると思ったんだけど、来たね。使用頻度控えようと思ったんですけれども、怒んないでください、やめてください、やめてください。少女で会ってくれ。男って本当に初体験時に2パターンに分かれて、一つのパターンはこんな感じで、相手も初体験であることを願う場合ね。もう一つは痛い思いをさせるっていうのが怖いから、自分が初めてではなくて2回目で会ってくれみたいな、そういうことを思う人たちもいるよね。俺はね、どちらかというと初めてで会ってくれっていう風に思わなかった人なんだよね。相手に痛い思いをさせるっていうのがなんかね申し訳なくて、俺が2回目だったらいいなとか思いながらそういうことしたわけよ。だけど俺が初めてした相手はゆうたが初めてだからみたいな感じのこと言ってたの。だから俺は初めてで会って欲しくはなかったところはあったの。すごいわがままだけど、でもまあ俺が初めてっていうのも別に悪い気はしないし、むしろ嬉しいと思ってたから、よし、じゃあここは男として勇気を持ってちゃんと不安にさせないようにしようと思ったわけよ。いざ始まるじゃん。最初は痛い、ちょっと待ってって言われるのかなと思ったら、もっと来いえー、みたいな、お前初めてじゃないのってね、そんな風に思って、初めての貫禄じゃなかったんでね、タリンと、もっともっと動かしてこいみたいな、お前そんなもんかみたいな、結構煽られて、初めてなのにね、煽り行為みたいなされて、え、これニュースに出ちゃうのかななんていう風に一回思ったんだけど、後々聞いたらその子は初めてじゃなかったみたいなことがありましてね、薄々感づいてはいたんだけど、ああそうかっていう風に思って少しだけねショックを受けた記憶があります。なので女の子は初めてじゃなくても相手が初めて会ってくれって思ってるから嘘をつきましたっていうのは別にしなくてもいいよってことですね。嘘って分かった時が一番しんどいから、どうしたらもっと気持ちよくできるか、これはめちゃめちゃ考える。やっぱさ、自分としていただいてるってわけだから、その女の子って素晴らしいわけよね。自分にとってはその相手をちゃんと満足させたいわけよ。それこそさ、付き合ってない女の子とそういうことした時に、あいつマジ下手くそだったよとか思われたら最悪じゃん。きっとそれ女友達にも言ってると思うから、っていうので女友達には言えないぐらい上手だなって思われたいというか、ちゃんと満足させたいっていう風に思うわけよ。だから俺はめちゃめちゃ本を読んで勉強したことがあります。男の子のほとんどがさ、知識なしでそういうことするじゃん。あれ結構まずいよ。本を読んでいくとすごい恐ろしいことしてたなってすげえ思うから、みんなほんと学んだ方がいい。だってさ、行為中にさ、女の子に気持ちいいって聞いたとしても、女の子絶対気持ちいいって言うしかないじゃん。いや、そんな気持ちよくないんだよねって言わんやん絶対。っていうので女の子って気使うから、本当はどう思ってるのかとかマジでわかんないからね、怖いよね。なかなか頭の中で何度もイメトレしたのに、いざ本番になると頭真っ白になる。わかるわ。どんな風に攻めていって、どのタイミングでキスをしてとか、そういうの全部イメトレするんだよね。超わかるわ。俺は初体験を迎えたのが高2の終わりあたりだったの。皆さん知っての通り、僕は初マナフィーが小2だったの。初マナフィーを小2で迎えた男が高2までめちゃ長いこと持て余してたわけよ。自分の中のポテンシャルをふつふつと、俺はこんなもんじゃねえからな、俺は早くやりてえんだみたいなうずうずしてた時期があって、つまり小2から高2までの間ずっとイメトレしてたのね。だけど初めてを迎えるってなった時、緊張しすぎてそれ全部飛んで、結局あ、何するんだっけみたいな、本当だって記憶なくそうかなみたいな、 YouTube のノリしちゃおうかなみたいな、その時まだ YouTube やってなかったけど、あ、ここどこつって言って、まあおばあちゃん家なんだけどさ、予習はしてたけど、ちゃんと気持ちよくなってもらえるか不安、過去つい4日前に初体験、予習をしたっていうのが俺めちゃくちゃ素晴らしいと思うんだよね。予習しない男の方がほとんどだと思うんだよ。っていうかね、逆にこんだけ性について発信している人が YouTube 上にもいる中で、予習をしない男はこれ終わってると思うんだよね。テスト範囲全部教えられてる、なんならテストで出る内容っていうのも教えられてる、そこ勉強してきてねって言われてる状態で勉強しませんでした、ああ100点取れなかった、難しいって言ってる男がめちゃくちゃ多いわけよ今の時代ね。めっちゃうざいやんそれね。だけどこの子みたいにちゃんと予習してきて、テストで100点取ったか分かんないけど、でもしっかりと自分ができることはしましたよ。素晴らしい、素晴らしいんだよ本当に。まあもちろんね、気持ちよくさせることも大切だと思うけど、初体験ってことだから、相手はどちらかというと下手っちゃ下手だけど、自分のために大切にしてくれる扱い方をしてくれるっていうのがまあ嬉しいんじゃないの、女の子は。俺思うんだよ、初体験でさ、一応勉強してきたけど気持ちよくできるか分かんないっていう風に言って、実際は気持ちよくないと、だけど優しい人、それか、いや俺余裕だから、これ最悪でしょ、余裕だから。
んなそれマジで。ごめん、ちょっと話長くなってしまって申し訳ないけど、女の子のあそこの中って目玉と同じぐらいデリケートなのよ。だからガシマンしてる男の目ん玉にこれやっと、え、穴どこにあんの。これはめちゃめちゃわかる。初体験を終えた男友達と会って、初体験あるあるみたいな話をした時に必ず出てくるんだよね。最初はさ、入れるねって言って、それで優しく入るっていう、こっからスタートするのかなと思ったんだけど、実際はどこっていう、この一言目からスタートするの、バカだよでしょ女の子。でも本当にどこにあるかわかんないの。入り口わかんないんですけどっていうね。スタッフに聞こうかと思ったもん。すいません、あの入り口はわかんないんですけど、あ、こちらですか、ありがとうございます。出口は、あ、出口はここなんですね、わかりました。そのレベルですよ。女ですが、男って織物シートへの理解あるんですか。この子的にはさ、多分そういうことするときにパンツに織物シートがついてて、萎えられるかどうかっていうのがわからないみたいな感じだと思うんだけど、男友達と話しててパンツに白いのついてて、なんかめっちゃおむつみたいで萎えたんだよねみたいなのは聞いたことないわけよ。しかも俺もそういうの知らなかったんだけど、別についてても何も思わなかった。あ、女の子ってこういう感じなんだなみたいな。どうしてもさ、ないのが当たり前だと思ってる男の方が多いと思うんだよね。だからそれはもう俺が何とかする、ついてるもんだよっていう風に YouTube 使ってたくさん発信するわ。逆に思うけどね、そういうのも理解しとけっていう話。男はね、仕方ないじゃん、だってそんな。まあ、もしマジで気になるんだったら難しいかもしれないけど、例えばそういうことするってなった時にトイレ行ってくるとか、そういうこと言って外すっていうのが無難かなって思うんだけど、でもまあ気にすることじゃないと思うけどな。おまたくっさたまにいるよね、女の子で匂いが結構きついみたいなの。あれでさ、めちゃめちゃ気になって洗っちゃう女の子っているじゃんね。あれあんまし良くないらしいよ。洗いすぎると雑菌も落ちるんだけど、いい菌も流れ落ちちゃうみたいな。女の子の膣の中ってちゃんと洗えるんだよね、実は。製品があって、それ紹介しないけどさ、ちょっとゼリー状のやつがあって、それを膣の中に入れて置いとくだけ、勝手に出てくから。そうすると膣が洗浄されていい匂いになるみたいなね。だから結構匂いとかで困ってる人はそういうのを調べればあるから、買ってみるといいと思う。俺もめちゃめちゃそれはいいなと思った。自分臭いんだよねと思って落ち込んでる女の子たくさんいると思うけど、助かる道はまだまだ全然あるっていうね。男もたまに臭すぎるやついるからな。スレションとか行って相手がズボンからブツを出した時に匂うやついるから、これ舐めるの絶対無理って思うもん。女の子の立場に立って拷問じゃん。だから男の子も清潔にしましょう。僕も結構ちゃんと洗うので。じゃあそれ何の情報、別になんかそんな情報いらねえな。彼氏がゴムの付け方とかいろいろ緊張するって言ってました。そうだね、ゴムをつけようとするっていうのがマジで素晴らしいわ。中にはね、緊張するからゴムつけませんとかいうバカもいるから、そういう面では本当に素晴らしいのかなっていう風に思います。この動画を見ている女の子で彼氏に言っておいてほしいのは、まだしたことありません、だけどつける練習はしといて。まあそんなことさ言えないと思うから、この動画送ってくれるだけでもいいんだけど、本番に手こずると女の子も冷めるし、つけ方ミスって中で外れちゃって女の子を危険にさらすみたいなこともよくあることだから、練習しておいた方がいいよ、つける練習ね。俺は中2あたりで絶対にそういうことできると思ってたの。だから中2で俺は練習してたの。したら4年持て余したよねえみたいな、まだ俺できないのっていう、まだ俺 DT なんだって思ってね。クラウチングスタートしてるのに全然ピストルならないみたいな感じで、この陸上まだ始まんないんですか、もう4年待ってますけど。挿入する場所をケツ穴と間違えないか、わかるわ。後ろからするってなった時に、女の子の入れる入り口と、なんていうのかな、出口ですよね。僕はちゃんとさりげなく確認して入れるようにしてる。それができないとマジで、あ、ごめんこれケツ穴確定になっちゃうんだけどどうするみたいな、そんな会話したら冷ややかな雰囲気流れるから、できる限りケツ穴は確定しないように確認してからそういうことをしよう。ごめんなさい、全然関係ないんですけど、最近やった男が下手くそすぎて下も乳も燃えました。えぐいくらいやられたんだろうね。下はわかるじゃん、多分これやられたんだよ。上は、うん、お前マジ金庫開けるように優しくやれよっていうね。ガチャ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 ーって言って金庫開けるやつテレビで見たことある。みんなこうやって音聞いてやってたでしょ。そのぐらいのテンションでやれよっていうね。取れる取れる、それ着脱可能じゃないんだよ。だいたい前期でわかるじゃんね。こいつと最後までやるんだっていう風に思うとさ、結構怖いよね。まだまだ続くのって思っちゃうから。入れたらそうでもない。あー、これはね結構男あるあるで、女の子をディスってるわけではなくて、男の子って一人でしてる時はさ、自分が本当に気持ちよくなれるような力加減とかでできるじゃん。だけど相手がいると 100% 自分が感じれるようにできるかって言われたらそうではないから、あれ一人でした方が気持ちいいんじゃないっていう風に最初に思うっていうのが男あるある。だけどね、そうじゃないんですよね。結局気持ちよさとかではなくて、好きな人とそういうことをするっていうのがいいんですよね。だから気持ちよさだけを求めてそういうことをしてるのはマジで二流腹出てて草。そんなこと思うか？俺マジで思ったことないぞ。今までしてきた女の子全員スタイルいいかって言われたら別にそうじゃないんだよね。若干ムチムチだよねみたいなこともしたことあるんだけど、その子に対しても思わなかった。多分ね、これはいろいろあってこういうことを思ったんだと思う。まあもちろんね、自分が気にしてるんだよっていう人はそういうことしたとしても多分そっちに気が散ってちゃんと気持ちよくなるっていうことができないから、それはちゃんと自分磨きして脂肪を落としてほしいんだけど、そこまで気にすることではないからね。かといってね、自分磨きしなくていいよっていうわけではない。
ないけどね。女の子の体が見たい、触りたい、舐めたい。めっちゃキモい。おっぱい柔らかいなぁ。くそわかる。びっくりするよね。初めて触った時、こんな柔らかいの。え？あれマジでびっくりしたんだよね。よく言われてるのが、車でめっちゃ速度出してる時に窓から手を出して揉んだ時の風の当たってる感じ、その感触が胸に近いみたいな。そんなレベルじゃないんだよね。あれ考えたやつ多分全然間違えてる。童貞を卒業した自分をかっこいいと思ってそう。これはあるよ。 DT を卒業したんだよねっていうので少しモテる男に近づいたのかなっていう感覚は謎にあるんだよね。別にそういうわけではないんだけど、実際にあるよそれはね。俺は高校2年生の時に卒業して、それを誰にも言えなかったんだよ。なんかすごいやばいことしちゃったみたいな。てかそれはね、俺童貞キャラで高校生活送ってたから、キャラを捨てたみたいな感じになっちゃうから、それは友達に対しての裏切りだと思って。だけど卒業したわけじゃんね。その時に、あ、俺童貞キャラだけど実はねみたいな、そういうような優越感に浸ってた。である日、初めてした女の子が俺としたってことを他の男友達にバラして、めちゃくちゃ焦るっていうね。高速で動いてやるぞ。あれ、どうやって動くの？映像で見るやつっていうのはやっぱそのコンスタントにこう動いてるじゃんね。あれってマジで男からしたら超難しくって、俺も最初できなかったんだよね。あれは慣れと筋力なんだよ。っていうので、あんまし上手に動けないっていう人は本当足腰を鍛えた方がいい。それだけでだいぶ変わるから。特に俺はね、ジム行き始めて足腰も鍛えるようになったんだけど、全くもって安定感が違う。僕が尊敬してるシミケンさんが言うには、太ももの太さでその人が上手いかどうかが決まるみたいな。つまり太ももが筋肉で太くなっている男性はちゃんと上手ですよっていうこと言って、へえ面白いですよね。女ですけど、ゴムの説明書とか使い方は事前に読んでてくれ。前儀中に片手で読むな。そんなやついたら、何か組み立ててる最中じゃないんだから。説明書見ながら、これはこうなんだみたいな、レゴ組み立ててるみたいな、ちゃんと読んでそれで練習してやれって話だよね。女の子からしたらだいぶ萎えるよねそれ。いやでもめっちゃ面白いと思っちゃったわ。ありがとう。私のことだけを考えろや。大丈夫、マジで考えてるから。最初の段階はちょっと慣れてなくて気持ちが全部入るっていうことがなかったりとかするんだけど、ある程度慣れていくとマジでその人だけのことしか考えない。だって自分もしてる時さ、本当に彼女のことで頭いっぱいになりすぎてて逆に覚えてないもんね。夜のプロレスしてる時が唯一人間が長時間集中できる時なの、没頭できる時なのね。その時にもう相手のことばかり考えてるから、終わった後とか逆にその時どんなことしたっけってあんま記憶ないの。これガチでね。そのぐらい僕はね入り込んじゃうんで。そういう人たくさんいると思うから、私の学校の男子全員猿で草。大丈夫、君の学校だけじゃないから、他校も俺の母校も俺も猿。ウケー。最初は傷つけないかすごい怖いけど、後々ノリノリ。ジェットコースターと同じなんだよね。最初はめちゃくちゃ怖くて、怖い、どうしよう、乗りたくないとか思うんだけど、終わった後めっちゃテンション上がってみんなで打ち解けてるみたいな。ああいうやつね。初体験でその領域に行けるってすごいと思うわ。女だけど彼氏が一定に動かすの6つって言ってた。まあ、さっきも言った通り、それはもう慣れと足腰の筋力ですよ。ということで皆さんね、スクワットをしましょう。今日の動画大丈夫かな？収益的な問題もそうだし、普通に女の子からしたら、なんなんこいつって思う動画なのかな？まあ、いっか、別にね。俺のチャンネルだし。はい、ということで以上です。また次回お会いしましょう。ビービー。高評価押して、チャンネル登録もして、てか、チャンネル登録無理にしてとか、言わないから登録、あ、間違えた、高評価だけ押して、だってボタン押すだけなんだから、そんなの誰でもできるだろうよ。